思い切って自分のやりたいことの色を出してやらせてもらえたっていうのは、まあ、大きな経験だったかな。どこ行っても生きていけんだ。どこ行っても生きていけますね。監督が変わって1年目っていうのは一番変化が大きくて、まあ、難しいですよね、まあ、やっぱりある程度早い段階から僕自身の考え方を浸透させないと、まあ、間に合わないっていうふうに思ってた。自分たちからボールを奪いに行くアクションを起こす、でボールを持ったらゴールを目指して果敢に攻めるっていう、でもそういうことを怖がってやっていくチームだと今思ってます。はい、皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。荒木です。今日も J リーグ TV 始まります。今日も J リーグ TV はウェブカメラでの収録いたします。今日ゴールデンウィーク期間ですけどね、外には出れないというゴールデンウィークですね。あ、そうね、ゴールデンウィーク中ではあるけど、まあできるだけ俺なんかはその早朝とかあんまり人がいない時とか、あとは夕方とか人に会わないように少し体を動かしたり散歩したりっていう感じかな、うんうんうん、まあ皆さんだっていろいろ工夫してんだろうね。遠出はできないですもんね、今年のゴールデンウィークは、ね、できない、はい、遠出はやっぱり今は我慢しなくていいから。今日のゲストはベガルタ仙台の木山隆監督に来ていただいております。はい、早速ですが登場いただきたいと思います。木山監督どうぞ。こんにちは。おい、こんにちは。どうぞ、しております。元気？元気です。今はあれ、当然仙台にいんだよね。そうですね、ずっといます。ずっといる。もう仙台は慣れたっていうか、あんまり出歩けないからよくわかんないかもな。そうですね、でもまあもう東北に住んで4年目になるんで、新たにいたもんね。そうですね、はい。山形も3年ぐらいいた？3年ですね、3年監督もらいました。なんかさ、山形の時も俺試合見に行ったけど、なんかあえてさ、いつもこうホーム開幕みたいな時によく行ってたから、3月の中旬だからそのぐらいに行ってさ、もうさあ無理なっていう感じだね。見に行った試合やね。そうですね、山形は3月はまだ冬です、ね、あれだよね、木山ってさ、筑波かなんかそれでガンバに入ったの。そうですね、はい、そうだよね。あれ、唐島とかいた頃だよね。唐島とかと一緒にやってたよな。そうですね、はい。それでなんか俺誰かから言われたんだけど、彼はまあなんかずっとキャプテンやってて、なんか将来は本当にこうチームを背負っていくというか、まあ、そういう人材なんだみたいに言われて紹介された記憶ある。だから僕大学生の時に原さんがちょうど引退されてすぐにレッズでコーチになられた時に、大原の練習場に練習に参加させてもらって、ああそうだった。まあ、一応レッツの方からもぜひ来てくれって言われて、当時原さんと、森高知さんですか、森さん、はい、焼肉屋さんに呼ばれて、ああ思い出した、呼んでいただいて食事をごちそうになったことがありました。あ、でもそれでガンバでやって、でその後がどこに行ったんだっけ、選手の時は。コンサドーレに98年に1年、ああ行ったよね。それでなんか最後は水戸の方にいなかった、水戸とか。そうですね、コンサドーレで1年でプレイヤー終わった後に、ちょっともう契約ができるチームがなくて、で一時期こう大阪地元に帰って指導者になる勉強をスタートしてたんですけど、ちょっと3月にヨーロッパに行ったのを見に、長い間行ってる間にやっぱりちょっとこの年齢で引退するのはダメだなと思って、で、まあ、当時まだ JFL だった水戸に、まあ、行って、そこから J2 に上がって、まあ、結局4年間ぐらいプレーして、で引退したんですけど。指導者、でも水戸の監督もやったよね。はい、J リーグの監督スタートしたのは水戸からだったんです。なんか若かったよな。そうです、36の時ですかね。あ、でもその前はあれ、
どっか大学とか筑波とか教えてたんだっけ。あ、そうなんですよ。あの水戸の選手をやってた最後の時に大学院に帰って、あの水戸とか近いので大学院でまあ勉強を始めて、で引退した後すぐにあの筑波の監督をやらせていただいて、でその後ヴィッセルのユースの監督を3年間、はい、水戸の最後の頃はじゃあ筑波まで通って大学院で勉強しようと思ったのは、将来やっぱり指導者になったりするためにあのことを学ぼうと思って行ってたの。そうですね、あのやっぱり一回もう一回いろんなことを勉強し直さないとあのでダメだなと思ってたことがあったので、あの選手やりながら大学院に行こうっていうのは水戸の時に決めて行き始めました。ずっと指導者はいつかは当然選手辞めた後、まあ、指導者っていうのは常に頭に選手の頃から考えてたってことだね。じゃあね。そうですね、あの指導者にはなりたいと思ってました。どうだったの、それでまあ筑波はまあちょっとやったとしても水戸だってまだまだいろいろ大変な状態の時だよね。そうですね、あの、まあ、若かったっていうのもありましたし、あと今と違ってあの J2 から降格するっていう制度がなかったので。ああ、その時か。そうですね、だからまあ思い切ってあの自分のやりたいこと色を出してあのやらせてもらえたっていうのは、まあ、大きな経験だったかな。で水戸やってその後が愛媛。いや、水戸の監督を3年やった後に、エスパルスで1年コーチを。あ、コーチやったな、はい、誰の元でやってたんだっけ。ボドビさんですね。あー、コーチやってたやってた。それであれコーチになったんだって、またほら1回監督やってさ、はい、あのもなかなか決断もいるだろうしねと思ったけど、まあ、ゴトビさんという人も割とこうなんかはっきりしたあの考え方を持ってる方だったよね。そうですね、あの本当1年でしたけど本当楽しかったですね。あのいろんなことがあの見えたし、あのいろんなことをあの学ばせてもらいました。経験ある監督さんだったもんな、いろんなとこいろんな国でやってるっていうかね。そうですね、あのヒディングさんと韓国の代表であの一緒に出場された後に、まあ、イランの方 あのクラブチーム率いて、で優勝させて、でイラン代表のそのまま監督になって、でその後にもスクール清水にあの来られた。じゃあその校長やって、でその後が愛媛。いえ、あのジェフで監督をしました。あ、そこでジェフがあんだな。あ、ジェフ、あ、もジェフあれでしょ、だってあの参入戦のプレーオフの最後まで国立行ったもんな。そうですね、はい。あれはだからジェフって1年で終わっちゃったんだっけ。まあそうですね、あの、まあ、契約自体も1年の契約だったので、まあ自分自身も、まあ、昇格できなければあの継続されないっていうのは、まあ、ある程度分かってた。まあでもいろんな経験してんな、そう見るとねあのいろんなことをやってきたんじゃないかなと思います。じゃあその後か、愛媛に行ったの。ジェフの後は2年間あの神戸にあのコーチとして戻りました。今度はトップのコーチ。そうだ、神戸も行ってたよね。はい。もうそういうさ、いろんなとこにこういろいろこう移っていくのはもう慣れたのっていうか、普通なんだ。どこ行っても生きていけんだ。どこ行っても生きていけますね、はい、行ける。でも家族も全部一緒に動いてるの？千葉から神戸に行った時には一緒に神戸にあの今日移して、でその後愛媛に監督をしに行った時には僕はその時だけ一人で行きました。ああ、そう。で神戸からこっちに来る時にまた家族で移って。大変だよね、家族もそれにずっと付き合って動いていくのもね。いや、もうでもこれはあの本当に家族は大変だったと思います。あの僕なんかよりも全然家族は苦労していると思います。ああ、まあありがたいね。でもね、結構単身で行く人も多いじゃない。ずっと単身みたいな人も多いよね、監督さん。そうですね、あの監督されてる方はもうあの移るたびに単身の人が多いんじゃないですかね。
あの なんだっけ、今年さ、あの沖縄のキャンプの時さ、練習見せてもらったらさ、はい、割と早い時期だったけど、すごい細かく、あの戦術的な練習ももう始めてんなっていう感じで、俺は印象的にあったんだけど、割と意識して早めにチームを作ろうとしてた感じはあったの？そうですね、まあやっぱり、あの監督が変わって1年目っていうのは一番やっぱり変化が大きくて、まあ、難しいですよね。でその中で、まあ、J1 でしっかり戦っていこうってなった時には、まあ、やっぱりある程度早い段階からあの僕自身の考え方を浸透させないと、まあ、間に合わないっていうふうに思ってたので、チーム作りのベースをしっかりトレーニングするのと同時に、もうあの細かいことをどんどん落とし込んでいこうっていう意思は持ってやる。ベガルタってさ、その前あの渡辺監督だっけ、渡辺監督もある程度なかったし、手倉森監督も長いじゃん。でいいか悪いか別として誰か同じ人が長くやってた後って、やっぱりこういろいろこう大変なんだろうなって思うんだよね。でそれで、まあ、木山が監督になっていって、だから自分はこういうふうに考えてるとか、こういうのをやりたいっていうのすごくこうだから意識してるのか、いろんなクラブに行ったからこそ余計思ってるのか、あのすごく早めにいろんなことをあの取り組んでるなっていう感じは見てたら思ったんだよ。そういう感じで間違いない？まあそうですね、ほぼ間違いないですね。やっぱり浸透させるには、あのこれまで積み重ねてきたものが大きければ大きいほど、あのそことの変化がもしあるんであれば、あのすごく時間がかかることだと思う。そこには自身のこうしたいっていう考え方を、まあ、早くやっぱり入れていかないといけないなとは思っています。実際さ、 J1 はその初めての経験になるんだろうけど、選手の質とか、まあ、あのどう、やっぱりこう開幕はさ、あれ名古屋だっけね、当たったのね、はい、名古屋そう、はい、で名古屋はタレントはいるし、あの実際戦ってみて、あるいはその練習して J1 の選手を見て、やっぱりこう違いみたいなのは感じたりするとこあるの？まあ、やっぱり局面局面の最後の、あのプレーのクオリティっていうのはやっぱり J2 の選手よりは、まあ、間違いなく高いと思います、うん、で当然あの仙台の選手に対してもそう思うし、特にあの対戦したあの名古屋の選手たちに対してはあの本当にそう思いました。まあでもあれだよね、最初あれ引き分けだったよな、初戦の。そうですね、はい。まずはやっぱ勝ち点1取れたっていうのは、あのなんていうんだろう、まあもちろん勝ち点3取りたいけどさ、ホームだから、でも1を取ったっていうのは結構次につながるかなと思って見てたんだけどね。そうですね、あのキャンプ中に、まあ、怪我人も特に前線の選手で、ね、あの多く出てしまって、でその前のルヴァンカップで浦和とやってアウェーで、まあ、結構あの大差で負けてしまって、でそれから1回後の試合だったので、まあ、なんとかあの難しい試合になるのはもう予想はしてましたけど、まあ、最低でも勝ち点をもぎ取るっていうことはみんなで確認してあのトライしてたので、まあ、本当に先制はしたんですけども苦しい試合になって、でもまあ最後やっぱりあのユアスタのあのサポーターの声援も含めて、なんとかあのドローで乗り切ったっていう試合だったかなと思います。今はあれでしょ、あのなかなか全体練習は当然できないだろうけど、個人個人では選手たちは動いてたりしてるの？そうですね、あの非常事態宣言が出て本当に最初の時はもう完全にあの自主トレーニングも、まあ、なし、とにかくもうあの家にいることだけにしてたんですけども、まあ、今少しこうグラウンドも開放してあのグループに分けてできるだけ避けた中で、あの自主トレーニングっていうのを継続して、まあ、2週間3週目に入るんですね。これ、まあ、その監督長くやってたり選手もやっててもなかなか経験がないこういう状況になっちゃってるから、もう皆さんっていうかね、あの木山監督はもちろんその選手たちも難しい状態ではあるけど、今はちょっとしょうがないねっていう感じ、皆さん。そうですね、あの誰が悪いわけでもないですし、あのもうこればっかりはしょうがないで、その中でも、まあ、
当然時間は経っていくわけであって、で選手たちは当然もう短いあのプレイヤーの人生の中で今勝負しているので、まあ、一日でも早くプレーができるようになってほしいなっていう思いと、それと同時に、まあ、そうは言ってもやっぱり健康のことを考えたり、あとは社会的なことを考えたときに、まあ、今は我慢するべき時なのかな、その2つの思いが、まあ、あります。でも逆に僕たち一つのチームですらそうなのに、ハルさんとか J リーグの方々大変じゃないですか今。まあ、みんな頑張ってるよね、今の頑張って、まあ、なんとかまた再開するための準備とか、あの6月末になったらどうしようとかさ、いろいろ、ね、まあ、クラブの人もそうだけどね、みんな今はなんとかまた再開できる準備っていうのを常にしてるっていう感じかな。最初はお客さん出ないでもスタートしたりとか、あるいはその移動のリスクを最小限に抑えるような考え方とか、多分そういうことも含めていろんなアイデアをちょっと今集めながら、あのやっぱりこう選手がね、早く試合ができて、で試合ができる環境になるのをちょっと望んでるね、みんなね、うん、そうですね、あの、まあ、選手もそうだし、あの見に来てくれるお客さんの、まあ、健康とか安全を、まあ、一番だと思うんですけど、でも、まあ、やっぱりスポーツでしかできないことが、まあ、あると思うので、もちろんリーグを受けていく中で、まあ、有利不利とかいろんな問題で出てきますけど、でも今は、まあ、そういうことより、あのスポーツを通してやっぱり世の中に活力を与えていくっていうのは、あの我々の使命だと思う。あの早く再開できればいいですね。まあ、まあ付き合っていくしかないんだろうね、うまくね。そうですね、あのそんな簡単にはあの終わることじゃないような気はしますけど。今年さ、じゃあベガルタってさ、これ再開した時にね、あのこういうとこ見てほしいっていうのはある？そうですね、あの、まあ、キャンプからずっとあの選手たちとずっと取り組んできたことは、まあ、自分たちからボールを奪いに行くアクションを起こす、でボールを持ったらゴールを目指して果敢に攻めるっていう、そういうアグレッシブなものを、まあ、みんなで作っていこうっていう話をして、あのキャンプをスタートしたの、まあ、もちろんそれには本当に大きなリスクもあるしさ、そういうサッカーするには、でもそういうことを怖がらずにやっていくチームだと、あの今は思ってます。まあそれは楽しみだな、その再開した時はね。そうですね、あのチャレンジをあのしていきたいと思います。ありがとうございます。あの、はい、このひろみのテレトークではもう恒例となってるんですけども、何かをまあ一緒に食べながら収録するというスタイルにしています。今日木山監督は何かお手元にありますか？今あのこういう選手プロデュースで、あのお弁当ですね。へえ。お弁当。お。そうなんですよ。で仙台市内であのデリバリーをやってるんですけども、こういろんな選手がプロデュースしたお弁当があって、今日は長澤俊ですね、うちの。そうです。こういう牛タン&鶏飯かな。お。これをちょっといただこうかなと思います。なんか長澤旬のだと長そうだね。だいぶこうでかい感じで映ってます。そうだね。タンが入ってて、あとは鶏飯かな。はい、お両方いける。両方いけますね。美味しそうだね。スタジアムで売ってるんですよね、普段は。そうですね、はい。でそのお店がデリバリーもやってらっしゃる。そうですね、今はあの当然販売できないのでデリバリー。今度スタジアム行ったら食べよう。ぜひよろしくお願いします。美味しそうなの。俺はね、どうなのね、なんだろう、いろいろおやつ。あ、なんすかそれ。これはなんだっけ、あんこの塊みたいな。かの大豆に見えます。そうそうそう、そうだよ、豆の塊みたいな。そうか、秋山元気そうだね。はい、あの元気なだけが取り柄なんで。で僕の方からちょっとファン目線の質問をいくつかさせていただきます、はい、あの食べながら遠慮なく聞いてください、はい。
まず最初の質問なんですけど、木山監督のあだ名を教えてください。僕は基本的にサッカー界ではもう共通でキーアンです。キーアン、キーアン、はい、キーアンといえばもう 僕じゃないですか。あ、そうなんキーアンじゃないよ、キーアン、キーアンですね。キーアンですか、はい、はい、キーアン、ありがとうございます。木山監督がどんなサッカーが好きですか。あ、まあ、いろんなところでずっと言ってるんですけど、僕本当昔からベンゲルさんの全盛期のアーセナルが大好きで、もう攻守アグレッシブで組織的で、で人とボールがどんどん流れていく、あのサッカーが僕の中では一つの憧れっていうか、もちろんサッカーどんどん進歩していて、今のアーセナルもどんどん違ったサッカーになってますけども、あの時のサッカーが僕の中では一番の、まあ、憧れというか。なんかそう言われると納得できるような感じですよね。なんだろう、いつもほら愛媛だの山形でもさ、すごく全体がすごくねこう押しててみたいな感じのイメージだよな。選手がこう成長するような木山のとこの選手ってさ、でいなくなっちゃうんだけどね、いなくなっちゃういなくなっちゃうんだけど、でもすごくこう選手が成長、していくなっていう思いはあるね。はい、練習厳しいんでそれはベースだよな。それがないとなかなか戦えないもんな、うん、やっぱり練習は嘘つかないっていつも思ってる。もちろん厳しいだけがいいわけじゃないです。やっぱり人よりしっかり練習するっていうのが、まあ、本かなとは思ってます。はい、ありがとうございます。元々木山監督ディフェンダーだったと思うんですけども、はい、今 J リーグ見ていてセンスのあるディフェンダーって誰ですかね。まあいっぱいすぎて難しいけど、どうだろうな。やっぱりこの間名古屋で対戦した丸山くんとか、まあもう年齢だいぶベテランに近づいてきましたけども、まあいろんな見てていい選手だなっていう思いはありました。でもたくさんいると思います。今パッと出てきたのがこの間対戦した丸山君だったんで、そう思いました。まあ守れることも大事だけど、やっぱり攻撃できる、攻撃の起点になれること、あとチームをオーガナイズできることがやっぱりディフェンダーの一番大きな要素だと思う。そういう面では、まあ、そういうことが揃ってる選手が日本にも増えてきたんじゃないかなとは思いますけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問なんですけども、木山監督がチームマネジメントで意識していることや大切にしている考え教えてください。一つ挙げるとしたら、まあ、いろんなことをシンプルにすること、シンプルに伝えることっていうのは、まあ、心がけてますね。物事を複雑にしたり、伝えることを複雑にするんじゃなくて、してでそれを徹底していくことが多分チームが一番うまく回っていくのに必要なんじゃないかなとは思って、シンプルにしようと思ってやってます。そういうの大事だよね。あれもやりたい、これもやりたい、これも言いたいとかあるんだけど、意外といっぱい言ったとき通じてなくて、シンプルに本当にこう整理して言った方が頭に残ってたり、あるいは今自分も辞めてさ、昔誰かが話してくれると あれだけ覚えてるとかっていうの、割とシンプルなこと言ってくれてるっていうのあるかもね。うん、なんかそれ木山監督なんか見ててまさにそこら辺の整理の仕方とか、選手との付き合い方とかがやっぱり上手なんだろうなっていう、だからいろんなクラブでオファーもあるしやってんだろうなっていう、こんだけねクラブでねやんにはね、そういうあっよくない評判からね絶対やれない、この業界って。でそこら辺の人柄とか、キーアンだったらこうだっていうのはねやっぱあるから、信頼して食べてくれるっていうのは間違いなくあるけど、ありがたいことで、でも、まあ、正直に言いたいなと思って、いいことも悪いこともシンプルに選手たち正直に変えていく、あんまり自分を作ってっていうことは得意じゃない、まあ、いつも本音で素直に、まあ、ぶつかっていくのが
まあ、一番いいと思うし自分らしいかなとは思ってますけど、それでいい。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうね、木山。いえ、こちらこそありがとうございました。いろいろいい話つけて、あの多分木山のそういう人柄とかさ、あの感じが試合の時とはまた違ったあのものが感じてくれるんじゃないかなと思うんで、ね、はい、ありがとうございました。また始まったら行きますよ、仙台。ぜひ来てください。あの頑張ってあのいい試合できるように頑張りますので。はい、ありがとうね。はい、はい、ということで今日はベガルタ仙台の木山隆監督に来ていただきました。監督、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日もありがとうございました。質問はいつでも受け付けています。ハッシュタグデイリーグ TV をつけて投稿してください。お待ちしています。さよなら。はい、チャンネル登録はこちらからお願いします。